スイスイです。今日は空心菜の火鍋、辛い鍋ですね。食べてます。めちゃくちゃ辛いですよ。こぼした。これ暑かったら暑いほど辛いですよね。こんな感じです。辛そうやな、これ。食べてみます。めっちゃ辛いけど相当うまい。グツグツ言ってますね。美味しくて言葉が出ない。めっちゃ辛いですよね。よいしょ。カメラ撮りながら食べるのむずいな。めっちゃグツグツ抜いてますよ。もうちょっとどうしようか。こちら名古屋の東北冷麺っていう中華屋さんなんですけど、結構地元の方たちとか海外の方がすごいで、もう満卓になってますね。5時からオープンなんですけど、もう5時にはもうほぼほぼ満卓です。ちょっと食べます。すいません。めっちゃうまい。辛うまですね。これ寒い時にはもう最高です。やばいな。こう煮込むと煮込むほどこの唐辛子から辛いの出るんで、相当辛いですよ。いただきます。早っ。辛すぎる。うまいし、一人でね、この辛いの一鍋は食べれますね。いつも汗はめちゃくちゃかきますけど、代謝が良くなってなんか健康になる気がします。いただきます。辛っ。今日は大好きな料理屋さんの紹介でした。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。